今回は、もしも日向ひなたの誘拐を間違えて団蔵を誘拐してしまった雲隠れについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。花嫁ドレス姿の団蔵が写った写真と手紙が蒜山に届く。手紙には、結婚招待状、と団蔵の字で書かれていた。蒜山は団蔵が愛する人を見つけたのだと悟る。なんだこの絶妙な表情は。ドレス着るためにダイエットしたんだな。シャリンガンを映さない絶妙な構図にこだわりを感じる。ロリコンなのかホモなのかはっきりしろ。純愛ならしょうがないな。待って、誘拐時団蔵何歳よ。確かヒューガが5歳とかその辺の話じゃなかったっけ。日向は当時3歳ね。団蔵が自分の意思で書いたん。蒜山何悟るってんだよ。写真の団蔵はどんな表情だったん。そりゃ今まで見たこともないような幸せな顔してるだろ。脱字なんだろうけど結婚招待状ってなんだよ。花嫁ドレス姿なのか。ドレスなんだ。蒜山によくドラマである教会の扉番やって欲しかったのにされなくてさらにこじらせるんだよね。わしのために争わないで。が一度は言ってみたい言葉ランキングトップなんだよね。勝手に若団蔵で想像してたけどお姫様は女の子だけの特権じゃないもんな。まだらの隕石くらいでかい一石を投じてきたな。二個目の衝撃もある。ってこと、2個目の衝撃矢印、家族が増えました、と書かれた赤ん坊を抱いた夫婦の写真が載ったハガキが届く。2個目はどうする大の木よ。作ったんだ。作れちゃったんだ。大の木が仲人ならハガキ送られてくるのも不思議じゃないから流れ玉じゃないな。やったね大の木、仲人として世話した夫婦は円満なようだぞ。大の木には流れ玉すぎる。この団蔵、蒜山が結婚した時何を思ったのだろう。こういうこと。これは白間の顔もメイクアップしてるのがまた笑える。若い頃の団蔵なら美形と言えなくもないし、まあ少年編の10年くらい前だから割と思う。何この何スレミン大根枠で草、宝石の国の官王務みたいな団蔵想像しちゃってダメだった。蒜山招待されちゃってるけど行くんか。行くんだろうな。雲隠れはお色直しのドレスもたくさん用意してくれてるんだよね。前撮りは和装かな。蒜山なら扉番してくれると信じていたが普通に招待客の中にいて絶望する団蔵。とばっちり大の木でダメだった。出産祝い送らないとのう。お色気の術の真の開発者は団蔵だったのか。雲隠れとうまくやってるようで卑劣様も草場の陰で喜んでるよ。もしかして初の国際里結婚ではすごくおめでたいな。何をどうしたら日向捕まえに行った奴らに団蔵捕まることになるんだよ。幼女日向に化けてたのか。なんで火の石を発揮しておとり役になったんだろう。多分美女と野獣みたいに代わりにわしを連れて行けしたんか。ついに長年のトラウマ克服したのか。胸熱。雲隠れ的にはそれでいいの。出来丸やってるオスオスからな。愛の結晶が雲の方も愛を知って浄化されてんじゃん。幸せなら OK です。かいわれる必要はありましたか。その方がドラマチックだから。蒜山に助けに来て欲しかったんだろ。希代の花嫁このわしじゃ。そう言って日向の前に出たシーン熱いよな。雲隠れとの関係が良好になったら本当に希代の花嫁だけども、赤ん坊抱いてるって言われて、そっか。年も年なのに頑張ったんだな。ってナチュラルに団蔵が産んだと思ってしまったんだが、そもそも団蔵は男だから妊娠できねえ。ってすぐに気づけたからまだ正気できないよな。ヒント柱間細胞生命宿しちゃったか。モクトンは唯一生命を生み出す属性だもんな。ねえその子遺伝的に誰の子。いや考えるのは予想。真の愛を見つけたんだよ。ハと蒜山に扉番してほしい派で会話が混乱している。どっちもすげえ面白いから。扉番して欲しかったのにしてくれなくてこじらせてるうち未来影様に情が移って真の愛に目覚めたんだ。N-R やんけ。寝てから家で行き。なんか原作のセリフとか設定がカオスなりにうまい具合にハマっちゃうなーって。団蔵が雲に行く理由はなんとなくわかるが、雲はなんで団蔵でいいと思ったんだ。シャリンガンあるからうちは一族と勘違いした説。勘違いで同居を始めて徐々に心を通わせていくのか。王道ラブコメきたな。シャリンガン多めでこの嫁を得だな。いきなりこの葉と雲が超友好関係になったら確かに大の木にはでかい隕石だな。生まれてきた子にシャリンガン発言しないけどどうすんだ。愛の力で乗り越えろ。シャリンガンはなくても二人の愛はあるから問題なし。まず翡翠の目手に入れたのはもっと後だし、培養アーム手に入れたのはいつよ。
変化の術で日向の身代わりになった後、心通わせた雷影にシャリンガン欲しいっておねだりされて、この葉にさと帰り翡翠山を襲って片目強奪。イタチに一族皆殺しさせて死体から小汁もしくはオロチマルルートで培養したシャリンガン入手して雲隠れに帰って手土産にしたんや。死体からえぐったのはオビトじゃね。ルンラランしたノリでやってることは結局踏んでくさ。この後サスケが復讐に来るやんけどうすんねん。わし子供産めないし雷影はシャリンガン発言する子供欲しがってるから養子にしちゃえばウィンウィンじゃ。サスケの意志が無視でくさ。そのためのこと甘つかみ。用意周到すぎてくさ。この葉と雲が友好関係になったと思いきやダメそうですね。普通に考えてアーム手に入れたのはオロチマルに不妊治療の相談してる時に提案されたんだろ。断層のシャリンガンの右目は鏡が託した形見だろうし。普通に考えて。普通ってなんだ。このスレの前提がまず普通じゃないんだ。気楽に考えろ。すっと出てくる不妊治療とかいう単語くさ。結局断層は過婚を残してしまうのか。日の石と真実の愛に目覚めた希代の花嫁は幻想なのか。嫁入り道具鏡のシャリンガンなのかよ。たとえきっかけが昼前に振り向いて欲しかったり政治的なあれこれがあったからでも雲隠れの里の社と心通わせ愛が芽生えた幸せルートを自分は諦めない。この葉と雲の橋渡しになれ断層。雲、シャリンガン欲しいなぁ。だ、もっといいものがある。雲、白眼か。だ、す、母子手帳を差し出す。雲、この流れで真実の愛ルート確定や。さ、これなら昼前も結婚式で泣きながらスピーチしてくれるな。そういやなコードは誰が務めたんだろう。大野木に頼め。それでこの葉、雲、岩間の和平を実現する希代の花嫁になるんだ。断層また大野木に流れ玉飛んでてくさ。式の日取りはどうする。大野木よ、丸日、仏滅にされてはどうですかな。全くとんでもなく狂った世界じゃぜ。大野木さんもう嫌になって仏滅提案しちゃっとるやんけ。扉的二代目雷影の時にたどり着けなかったこの葉と雲の同盟に遥か時を経て断層が嫁に行くことで実現させるのか。胸が熱くなるな。卑劣様も草葉の陰で困惑しつつ祝福していることだろう。三代目雷影も息子の結婚だし祝福してくれるな。ブザマはドン引きしてそう。ブザマの安心感。仏滅ってググったら一度物事が終わって新たに始まる人も言われるらしい。ぴったりじゃないか。人気がないから少し安くなる式場もある里の財政をおもんばかった発言だな。ぶざまって結婚式にもあの包帯で来るんだろうか。結婚式用の綺麗な包帯とかあるのかな。やだよ、レースの包帯巻いてるぶざまとか。そりゃもう格式高い絹の包帯よ。結婚式だから純白は避ける気遣いもバッチリやろ。さすがのお気遣いだよ。ぶざま弟子の大野木の仲人にも期待が高まるな。二代目水影はなんか全てに爆笑してそう。里を越えたラブロマンスと盛大な結婚式が姪ちゃんの脳を焼いてしまったせいで理想を追いすぎて婚期が遅れたのは有名な話。大丈夫だよ、焼かれなくてもどっちみち遅れるから。なんでそんなひどいこと言うの。忘れてますよ、罪人の心。当たり前のように純白のウェディングドレスを想像してたけど色打ちかけかもしれんし中国みたいに赤ドレスかもしれん。オーソドックスな白無垢もありえる。サリーやレヘンガ姿の断像は存在する。やっぱ白無垢よ。でもわしもブーケトスはしたいし。可愛いブーケトスを日向が受け取ればバンジー良き運びなのでは。引き出物も考えなきゃな。シャリンガン引き出物に生物はいけない。ガータートスもいいけどやっぱりブーケトスの方が乙女でいいな。断層のガーターはちょっとマニアックすぎんか。参列した女性にブーケを、男性にガーターを投げれば大丈夫。もし投げたガーターをみんなが避けるようだったら断層の挙式をしらけさせないために昼前が全力疾走付きでキャッチしに行ってくれるよ。雲行きが怪しくなってくるな。手裏剣影分身の要領でガーター分身してどれが本物か当てるゲームにすれば多分みんな取りに行ってくれるよ。全員避けそう。昼前が影分身して取りに行くよ。端から見たら今更断層への思いに気づいた男のようにも見えるな。あかん、ヒルドラが始まってしまう。米印ヒルゼンは心からこの婚姻を祝福しています。やっぱガーターはやめよう。ほら、ガーター取ったら次のお婿さんだからさ。国際的な結婚式で婿関連の話は余興とはいえセンシティブな空気ことになるかもしれんし、政治的判断として仕方ないよね。残念だな。でもよ、そんなん言い出したらブーケも投げられないんじゃね。それこそブーケは花いっぱい投げて女の子たちに取ってもらえばいいんじゃね。幸せをたくさんお裾分けってことで。いやだ、わしはブーケを投げずにはおけん。昼前既婚者なのに。ブーケトスは女性参列者へのサービスみたいなもんだから。
国際結婚だし参列者多そうだからいいんじゃないか。でもブーケトスってなんだかんだみんな空気読んで花嫁の女友達に譲るよなな。あこはる、重大な問題に気がついたこの葉からの参列者、団蔵の友人枠ってヒルゼン以外にいるんだろうか。身代わりになってもらったヒューガイエとか、小春とホムライルじゃん。ちょいちょいブライダルに明るそうなスレミンが混じってるな。皆さんは、もしもヒューガ日向の誘拐を間違えて団蔵を誘拐してしまった雲隠れ、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。